何なのこれ。アマメ、君は一旦ブラフマンの中へ。わかった。ちょっと大げさすぎるんじゃない？まるで怪物でも捕まえに来たみたい。その通りですよ、水木さん。ここに怪物が二人いると伺ってきました。そのうちの一人はテアラーの関係者である可能性が高いと。なので確保しに来たのです。ケンちゃんのことみたいだな。でももう一人は。水木さん、あなたのことですよ。もしかしたらあなたが抵抗するかもしれないと。そうなれば普通の警官では歯が立たない。そこで我々が派遣されることになったんです。それを言ったのってアビスの指揮官倉主さんですよ。さすがボスだね。よくわかってるじゃん。抵抗するのか。やり方が気に食わないからそうする。なんだよそれ、論理矛盾だろ。おい、時間の無駄だ。うだうだ言ってねえでやっちまおう。え、抵抗するんだろ。だったらさっさと。ただこいつ、我々の会話を。いいから行くぞ。水木、お前はあっちの連中をやってくれ。俺はこっちの奴らを片付ける。わかった。うわあ、何？誰なの？ゲンだよ。でもゲンちゃんは向こうにも。説明は後だ。それよりも早く彼を助けないと。ああ、もうなんだかよくわからないけど。分かったよ。だけど通りの真ん中には隊員たちが。さすがにあそこを突破していくのは難しそうだな。じゃあどうすれば。そうか、分かったぞ。だとしたら説明している時間はない。水木、私の指示に従ってくれ。まずはエボルバーに炸裂弾を装填。なんで？だから時間がないと言ってるだろ。分かったよ。そうしたら次に弦に向かって頼むんだ。そこにある自販機を通りの彼方に向かって投げてほしいと。自販機？ああ、エロ本の自販機だ。早くしろ。あのね、弦ちゃん、そこにある自販機を。なるほど、その手があったか。皆まで言うな。理解した。ならば早速。え？行くぞ。
水木、今だ。あいつに炸裂弾を撃ち込め。ここならしばらくは安心だろう。服、着替えたんですね。あの服は動きにくいからな。中に綿や骨組みがみっちりと詰まってて、おかげであんなヘッポコ連中にボコられちまって。どうでもいいんだけど、そんなこと。聞きたいことがあるの、無数にね。話してくれるまでここから出さないから。トイレに行きたくなったらどうする？その辺ですれば。大きい方もしたら口の中に戻してあげる。っていうか、素直に話せば済むことでしょ。じゃあ始めるよ。大聖堂で爆発があったあの日、俺はテアラーに捕まっちまったんだ。え、大丈夫だったの？大丈夫じゃなければここにはいない。とにかく目覚めると見知らぬ場所に閉じ込められちまってたんだよ。テアラーがなんで俺のことを監禁したのかはわからん。拷問にかけて警察の内部情報でも吐かせようとしたのか、あるいはバックギャモンの対戦相手が欲しかっただけか。いずれにせよ、俺はそこに丸一日ほど閉じ込められていて、するとそこに一匹の白い蛇が潜り込んできたんだ。そいつを目にした瞬間、俺の内部のスーパーパワーが一気に炸裂。かくして俺はその監禁部屋を脱出することに成功したってわけだ。ごめん、全く意味がわからないんだけど。白い蛇のことか？そいつはまたの機会に教えてやるよ。実はその時の俺は記憶を失っちまってたんだ。多分大聖堂の天井が崩落してきた時、瓦礫か何かに頭をぶつけたんだと思う。それで自分がアビスの捜査官であることもすっかりと忘れちまってて、脱出後は国内の各地を転々としてな。何も覚えてないから日雇いで働いたりして、こっちに戻る前までいたのは熱海の温泉街だった。やっぱりあそこにいたのか。100度の源泉に沈めてやればよかった。ああ、今はな。戻ったのはほんの数日前、独立競技場のニュースを見た時だった。2月10日、古江仁の左半身発見。その瞬間に何もかも思い出したんだよ。自分の過去も、HB 事件のことも、すべてをな。だが俺はアビスには戻らなかった。その前に、独自に捜査を開始することにしたんだ。なんで？アビスの内部に少しきな臭いものを感じてな。もしかしたら組織全体が
テアラーとつるんでるんじゃないかって。それで今まで我々に何の連絡もよこさなかったわけか。悪かったな、ずっと黙ってて。ナイクスの連中が何かヤバい計画を実行に移そうとしてるってのは分かったが、結局今の今までテアラーの足取りはつかめないままだ。一つ大きな手がかりがあるとすれば、ブラフマンの冷凍庫で見つけた霊の死体のことぐらいかな。だがあいつが何者でなぜあそこにあったか、それは俺にも分からない。ぜひとも現に尋ねてみたいと思ってたところだよ。HB 事件にホラケンとナイクスが関与してるのは分かってた。ゲンはそのホラケンと接点を持った人物、シグレとも知り合い同士。そこで俺はゲンに頼んで名前と姿を貸してもらうことにしたんだ。そうすることでホラケンやナイクスのことが探りやすくなると思ってな。ゲンちゃんは断らなかったの？伊達さんの頼みなら引き受けないわけにはいかないよ。いや、他にも調べたいことはあったからな。ずっとゲンの格好をしてたわけじゃない。昨日、いやもう一昨日のことになるか、13日に店にいたのは私自身だったよ。大丈夫だよ天目、私は誓ったんだ、命を懸けて君を守ると。だからどうか安心してほしい。あの死体は私が冷凍庫に運び込んだものだ。そして施錠して鍵を海へと投げ捨てた。死体はどこにあったの？それは言えない。たとえ私が逮捕されようとも話すわけにはいかないんだ。もういいよケンちゃん。浜目、ダメだ天目。本当迷惑かけてごめんねケンちゃん。これ以上はもう耐えられないから。はあ、私が頼んだのケンちゃんに。6年前ブラフマンにあの死体を運んで、それで冷凍庫に隠してほしいって。でもなんで？あの死体はお父さんが見つけたものなんだ。コメジさんが？瑞希ちゃん知ってたんだ。もしかして翔馬から聞いた？うん。コメジが死体を発見したのだとすれば、テアラーの日記の内容と辻褄は合うな。死体を盗んだ泥棒、それがコメジだった。そのためにコメジはテアラーの怒りを買って。お父さんにはすごい額の借金があったの。いろんな闇金からお金を借りてて、それである時こんな風に言われたんだって。コメジさん、よく聞いてくれ。あんたんとこには小学生の可愛い坊主がいるな。もし一月以内に返済できなければ、そいつを拉致して海外に売り飛ばすことになる。いいか、分かったな。まさかそれでテアラーをゆすろうと？はい。死体を見つけた時、お父さんはひどく酔っていたそうです。フルエジンの右半身、それをスタジオで見て、その直後の早朝に今度は屋上遊園地で別の死体を。それで気が変になってしまったとお父さんはそう言っていました。6年前の11日の夜、お父さんに呼ばれてあの家に縁岳に行ったの。そしたら畳がひっくり返されて
床下に空いたままのスーツケースが。その時ショーマは家にいなくて、ただお父さんだけが呆然とその場に立ち尽くしてたんだ。そのスーツケースの中にあの死体が。うん、多分お父さんは酔いが覚めて自分がしたことの重大さに気づいて、それでどうにもならなくなって私に連絡してきたんだと思う。その後は？私はお父さんから事情を聞いて。もう本当バカじゃないの！人類史上稀に見る最低最悪のバカ親父だよ！すまん。すまんって済むような問題じゃないでしょ！とにかく分かったよ。私が何とかするから任せといて。で、君は信頼できるゲンのところに死体を。はい。だからケンちゃんは何も悪くないの。私が無理やり頼んだことで。浜目、なるほど、分かったよ。ケンちゃんが何も話してくれなかったのは豆ちゃんをかばうためだったんだね。でも話はこれで終わりじゃないんだ。もう一つ聞かせてほしいことがあるの。それは、水木、その件については後回しだ。緊急事態が発生した。この建物の周囲に連中が。先ほどはありがとうございました。噂にたがわぬ怪物っぷり、とくと拝見させていただきましたよ。しかしもう十分です。隊員たちの銃には実弾を装填させました。おとなしく投降してください。さもないと。さもないと何なの？私たちを銃殺する？へえ、やれるもんならやってみてよ。バカ、水木、どうするつもりだ？スタングレネードでひるませて、その隙をついて突破する。正気か、お前。仮に突破できたとして、その後はどうする？永遠に4人で逃亡を続けるつもりか？水木、俺も相棒の意見に賛成だ。無茶して戦う理由なんか一つもない。ここは素直に白旗をあげるしか。分かったよ。あ、マメちゃん。ケンちゃん、逃げて。甘め、バカな真似はやめて、来ないで。アメちゃん、銃を捨てろ。甘め、ケンちゃん。こうなれば仕方がない。私が突破口を切り開く。甘めはそこを通って走れ。待って、ケンちゃん。やめて、ケンちゃんは何もしてないの。優しい人なのに、何も悪くないのに。悪いのは全部
に。やめて、やめて、もうやめて。よせ、マメちゃん。うわあ、撃て。無事か？でも、ケンちゃんは。私のことはどうでもいい。君さえ無事なら、それで。ケンちゃん！頼みがある。あの歌聞かせてくれないか。あの歌、雪に咲く花だよ。夜更け君の電話声震えてるけど何も言えないから歌うよ。闇に飲み込まれて誰も見えなくても君は一人じゃないさ。みんないるから。天目、悪いがもう話せそうもない。本当は伝えたいことがあったのだが。私は天目のことが友人として好きだった、そう思っていた。あるいはそう言い聞かせていたんだ。だが違った。私は彼女を心から、しばらくの間はそうだとは認められなかった。気づいてからも表向きは友達として、あるいは娘のようにそんな素振りを見せて接していた。生まれてからこんな気持ちを抱くのは初めてで、私はどうしたらいいのかずっとわからなかった。ケンちゃんって可愛いよね。どこがない？名前の通りいかめしいだけだろ。仕草とか、あと大きいところとか、そばにいるだけで心がほっこりするの。そんなもの、このマスクを取ってしまえば消えてしまうよ。そんなことないよ。私は素顔のケンちゃんも素敵だって思ってる。私はそのマスクがあってもなくてもケンちゃんのことは同じくらい大好き。彼女が言う好きはきっと友達としての好きだ。あるいはもっと子供じみた感覚、ぬいぐるみや動物をめでるような。それでもよかった。彼女のそばにいられるのなら、そしてあの時
彼女は私を頼ってくれた。事態はとても深刻だったが、私はそれがひたすらに嬉しかった。私の最初で最後のそれは決して実るはずのないものだった。なぜなら私はこんなにも醜いのだから。ああ、神はなんと残酷な運命を強いるのだろう。できることならこんな感情を知りたくはなかった。何もない、何も起こらない、凪のように静かな日常を生きて、私はただひっそりと死んでいきたかった。今となってはこれまで私を苦しめてきたものなどどうでもいい。そんなものは今の私が抱える苦悩と比べたら些細なことだ。ああ、どうして神は私にこんな残酷な仕打ちを。私には決して手に入れることのできないあの尊く汚れない純真無垢で美しい存在を、なぜ神はこの私の目の前に突きつけてきたのか。私は恨む。神を、この世界の創造主を、そして呪う。自らに課せられたこの運命を。いや、違う。違うのだ。本当は、そうではなく。私は、感謝している。神に、君に、君と出会えた。この運命に。ケンちゃん。ああ、アマメ、私は本当にとても幸せだった。